皆さんお疲れ様です。かなです。ちょっと空いちゃいましたが、前回から引き続きキングダムハーツ3続きからやっていきたいと思います。それではいつも通り音の確認と、あとツイッターで、始めました、投稿してからスタートします。ちょっとだけお待ちください。先週金曜日できなかったので、ちょっと3日ぐらい空いちゃった。 OK、 大丈夫ですね。よしと、音声はバッチシなので、ツイッターの方で始めました投稿しますね。かなゲーでツイッターやっておりますので、配信時間とか遅れるときとか、大幅に遅れるときとかお知らせしております。ぜひフォローまだの方よろしくお願いします。今日はどうしようかな。オッケー、よしよし。それではお待たせいたしました。前回アナ雪の世界を冒険しまして、今回はザ・カリビアンのワールドからスタートでございます。もう早速行っちゃいたいと思います。マーカーはセットしたので行きます。いざアレンデールから出発します。はいはい、グミシップもちょっと強化、レベル上げしております。この機体で出発しましょう。遅ようでございます。遅ようでございます。すいません、今日は遅ようでした。アレンデールからカリビアンの世界へといざ行きます。あ、ほんとごめんなさい、ほんとごめんなさい。ちょっとだけ待ってください。音がちょっと、ヘッドホンの音調整していいですか。すいません。はい、失礼しました。よし、行こう。ちょっとヘッドホンの音調整しました、今。安定しねえな、なんか安定しないな。すいません、皆さん酔わないように気をつけてください。今日ね、ほんと遅ようでございますなんですよね。いつも、6時から6時半ぐらいまでにはスタートしてるんですが、今日ちょっと遅かったです。やだ、いて。ちょっと待ってますね。ごめんなさい。マイクの音とか大丈夫ですかね？私の音声とか、大丈夫でしょうか？で、アレンデール、前回クリアした後に、またレベル上げやら、キーブレード強化やら、しております。着陸しましょう。もしかしたら今までで一番綺麗な場所かも。空の SNS。ハッシュタグ、空、水、心が帰る場所。どこだろう、これどこの世界だろう。あ、こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは。ちょっと今日遅めのスタートです。今日 いつも8時半とかまでなんですけど、配信やってるの2時間から2時間半ぐらい。ちょっと遅い時間見れない方は申し訳ありません。音声問題なし、ありがとうございます。あ、すいません、すいません、ボケっとしてた。来た。海賊暮らし、ジャックがジョーンズを怒らせて、クラーケンにパールごと食べられた。ようほう海賊暮らし、女神がジャックの救出に、
魔術でバルボッサを生き返らせた。ヨーホー海賊狩りだ。ジョーンズがダッチマンでやってくる。伝説の海賊長召集だ。ヨーホー海賊暮らし。みんなが箱を探してる。中にはジョーンズの秘密がある。ヨーホー海賊暮らし。夢に出てきそうだな、この曲が。すごい。音じゃない。歌。だってこの格好海賊だろ。ソラはこの世界お気に入りだね。だってワクワクするだろ。でももうちょっと大きい船が良かったかな。ちっちゃ。泳ぎどこでも合ってるぞ。船というかイカダだね。イカダ。海の果て。キャプテンソラ。どうした、ルーフィー船員。海の果てです。おお、海が途切れています。そうか、海が途切れてるか。途切れてる。うひょー、絶対絶命。わあ、これもう死を覚悟するわ、こんな滝に落ちたら。もう吸い込まれるような感じだろうな、落ちるというか滝壺に吸い込まれるような感じ。ザ・カリビアン。パイレーツオブカリビアの世界。皆さん、あ、こんばんは。この時間にやってくれるの嬉しい。ありがとうございます。こんばんは。聞きされて見てます。ありがとうございます。皆さん、こんばんは。いや、生きてることが奇跡だ。あんな滝壺に落ちて。歩いたね。疲れたよ。海賊なのに船がなくちゃ話になんないよ。船だ。そら、おんじゃわんだよ。おお、なんだこりゃ。やばい、ヨーホーの歌が頭から離れない。どうしよう。あ、ジャック？よし。あ、ジャック。あれ？久しぶり。キャプテンジャックスパロー。変わらないね。なあジャック、ここって。あとで。やっぱグラフィック綺麗になってるな、断然3になってから。アルゴを追いかけろって。了解、キャプテン。あ、これパールゴか。
ジャックと一緒にパブラックパール号追いかけよう。はい、ブラックパール号待って。 OK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 、 上に距離が出てますね。エスケープ。あ、キャートレス倒さなきゃいけない。撃ってきた。なんでパール号、なんで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 敵が乗ってるとか。ハートレス無視でいいよね。とりあえずブラックパール号に近づくことが、ま、目的だからハートレス無視でいきます。ヨッホーヨッホー海賊暮らし。こいつらの仕業か。俺のパール号に勝手なことしやがって。倒せと。はい、こいつらは倒せと。ジャックもいるから大丈夫でしょう。プラたちのグラフィックもちょっとリアルになってるな。そうですね、気づきました、気づきました。そしてなんかあのアナ雪の世界の時に私視聴者さんに教えていただいて気づいたんですけど、あのその世界観に合わせて若干そのキングダムハーツ3の中でもグラフィックが少し変わってるっていう話があって、言われて確かにと思ったんですが、ちょっとまたアナ雪の世界にいた時の空たちとはまたちょっと違ってるかな、なんか絵のタッチの感じが。で、専門家じゃないから全然わかんないですけど、なんかちゃんとこの世界に馴染むように描かれてる感じがする。違和感ない、あの空たちがジャックと一緒にいても。うわー、なんかリアルになってる。やっぱりブラックパール号の乗組員たちですね。やっぱウォーランドブルームか、かっこいいな。やっぱなんかグラフィック綺麗になって、この没入感がすごいな。やっぱりか。言い分があるなら聞かせてもらうとしよう。はい。船で規律が乱れている。なぜだ、理由言ってみろ。船長、ここはデイビー・ジョーンズの海の墓場だよ。海の墓場。分かってる、そんなこと分かってる。分かってないと思うな。ここはデイビー・ジョーンズの海の墓場だぞ、ジャック・スパロー。バルボッサ。ああ、ヘクター、久しぶりだよな。ああ、死の島で会って以来だ。お前に撃たれた。撃ってない。ソラ、久しぶり。ん？久しぶりね、みんな。ああ、ウィル、エリザベス。って、ちょっと雰囲気変わった？なんだか勇ましくなったね。まあ、いろいろあったからね。エリザベスってもう乗組員になったんでしたっけ？それそれ、こんなところってどういうこと？海の墓場とかって。ジャックは海の悪霊デイビー・ジョーンズへのツケを返さず怒りを買って、ジョーンズが送り込んだ海の怪物クラーケンに食われてしまったんだ。海の悪霊デイビー・ジョーンズ。じゃあここは言葉通り墓場ってこと？それで私たちはジャックを助けに来たの。ティアダルマ、小屋を離れたか。お前の登場で妄想が程よく不気味になる。
幻覚だと思ってるのか。海賊ごっこの3人組までいる、うん、ジャック違うわ、現実よ、あなたを助けに来たの。そうなのか、そりゃ嬉しいね。けど船を持ってるのは俺、君じゃない。そっちが困ってるが、俺に助けてもらおうって思うな。ジャック、ベケットがジョーンズの心臓を手に入れ、フライングダッチマン号を操ってる。海を支配するためよ。ベケット対抗するため、海賊庁の評議会が招集される。ふん、俺がちょっと目を離すところだ。何もかもめちゃくちゃ。つまりどういうこと？ベケットって人が海を支配しようとしてるみたいだね。そっか、そういうことなの。うん、ほっとけないな。なあジャック、世界があんたを必要としてる。乗組員がいるだろ。お前らと船に乗ると思うか。お前らにはひどい目に遭わされた。ジャック、俺たちはいいだろ。そうだな、一緒にパール号を追いかけてくれたし。ソラ、ドナルド、ルフィ、乗っていい？やった。よし、他の連中は、ティアダルマも合格。ギブス、乗る。怒りを上げて出発の準備をしろ。ジャック、どっちへ行こうとしてるんだ。地図かな、今守ってたの。私映画途中で、多分最新作とか見てないから、なんか CM でしか見たことないキャラクターが出てるな。ティアダルマ知らない。まずはそこにつけるんだ。うまくできたら合格だ。任せろ。はい、私が操縦するんですか。船の操縦方法、L を操作することで、船が海上移動、加速減速と旋回、はい、R2 か丸でカメラが向いてる方向へ砲撃しますと。砲撃もできると。わかりました。はい、とりあえずもうまっすぐ進みます。道なき海の道をまっすぐ進みます。全速力。ヨーホーヨーホー、海賊暮らし。やばい、頭から離れないです。あ、敵？ハートレスの船体を倒せ。あ、こういうことか。あー、なんだあの緑色、倒した？どこいる？いた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 。あれはもう倒した？いいか、敵を見失わないように舵を切るんだ。敵どこ？見失ってます。左から敵さんだ。左？敵船の HP がありますね。これは攻撃した。あ、あ、いた。え、なに、まだまだまだ生き残ってる。 OK。 OK、 無事倒しました。敵船、俺たちどこへ行こうとしてるんだ。勢いで乗っちゃったよね。じゃあ、うん、
ジャック・スパローなんかとつるんでると、あんたたちもデイビー・ジョーンズの怒りを買うことになるよ。それさっきも言ってたけど、ジャックは一体何をしたんだ？それにデイビー・ジョーンズって？あんたたちデイビー・ジョーンズのことを知らないなんて。それでもこの海の住人かい？え、俺たちは…なんかお化けみたいな顔してるな。このもっと遠くの海から来たんだ。だるまさん。まあいいさ。ジャックとデイビー・ジョーンズとの因縁だったね。ジャックは海底から引き上げてもらったブラックパール号の船長にしてもらうのと引き換えに、自分の魂をデイビー・ジョーンズに差し出したんだ。期限の13年が過ぎて、ジャックは契約を破った。だからデイビー・ジョーンズが差し向けた怪物クラーケンに食われた。自業自得さ。でもジャックが蘇ったと知ったら、デイビー・ジョーンズはただじゃおかない。その仲間もね。黙って、僕たちが行く。僕たちもクラーケンに食べられちゃう。どんな怪物が来たって平気さ。俺に任せろって。へえ、ソナとか言ったかい。あんた面白いね。クラーケンと聞いて怯えないやつはいないってのに、大したもんだ。なんかゾンビみたいな顔してる。でもジャックは違う。デイビー・ジョーンズとの因縁にケリをつけたいのさ。そのために箱の中身を探してる。箱？デイビー・ジョーンズが心の痛みから逃れるために入れたものをね。心の痛みは耐え難いほど辛かったけど、彼の命を奪うほどじゃなかった。それで箱に何を入れたんだ？自らのハート。興味深いとは思わんか？ハートを描いた本体がいかにして存在を保てるのか、私が作り出したレプリカでも成し得なかったことだ。その箱がいかなるものか、ぜひともこの目で見てみたいものだな。我々が命じられたのは箱の捜索、回収だ。余計な詮索は不要ではないかね。固いことを言うな。なぜわざわざ人として復活した私を再び機関に招き入れたのか。私のこれまでの研究成果を、頭脳を評価してのことだろう。私の研究が完成すれば機関の益にもなるはずだ。機関か。それに尽くしてどうなるというのだ。お前もまさか機関に背くつもりではないだろうな。いや、そのつもりはない。私はただお前たちとは違ってゼムナスとは特別な関係ではないからだ。なぜ彼に益をもたらそうとするのか、前から疑問だった。私は自分の研究が続けられさえすればいい。かつての試験者アンセムは研究を止め禁じた。だから私はゼムナス、いやゼアノートに賛同した。それだけのことだ。なるほど。その研究がどう利用されようがいいのか、そんなものに興味はない。私は完全な人間の器が完成できればいいのだ。研究のことはわからないが、ここは知った土地でもあるしな。私に任せてもらおう。もちろんだ。厄介な奴らも現れたようだしな。研究どころではないよ。奴らは私が排除するとしよう。
その後に研究とやらをすればいい。期待しているぞ。私は高みの見物をさせていただこう。よかった、ビクセンとは戦いたくない、怖いから。このカードを扱う13機関の男は、そっか、もともとケンチャ・アンセムの弟子ではなかったのか。この人は、この人の生い立ちまだ明らかになってないですね。ピクセンたち数名はアンセムの弟子だったわけだけど、あれ、海の中にいる。何があった？ひどいよジャック、先に言ってくれよ。まさか逆さまになるなんて思わなかったね。でもこれで海の墓場から出られたんだよな。もう安心だね。問題ない、全部計画通り。のんきなこと言ってるなよガキども。そう、なんでボルボッサー同じ船乗ってんだ。あ、バルボッサか、ボルボッサじゃないか。あれは見たことがない船。これ映画見てないとやっぱ分かんない下りですよね、多分。パイレーツ・オブ・カリビアンの1しか見てないのかな。ハートレスだ。なんだろう、この ティアダルマさんも誰か分かんないし。でもジャックと友人みたいですよね。まあ、仲間ってことでいいのかな。また連中と手を組んだのか。バカを言うな、俺はあんな奴らの手は借りん。ずいぶん仲良しに見えたかな。言い争ってる場合。え、何なんかゾンビじゃないな、分かった、吸血鬼みたいなんだ、吸血鬼だ。ティアダルマさん吸血鬼みたい。目がちょっと赤くて。近づけられないかな。そうなの、あの、無理じゃよ。無理じゃよ。それだ。そうなの。何？ドナルドとグーフィーは船を守って、俺はあいつをやっつける。すごい。空中戦、巨大、飛行ハートレスを倒してブラックパール号を守ろう。L で空中移動、上昇加工と旋回があって R2 か丸でターゲットカーソル合わせて弾打ち、基本 R2 か丸ですね。バツでロックオンしている敵を、追尾するミサイル弾を発射、四角で回転して敵の攻撃回避、前方へ素早く移動、振り落とされてもカラースモークに乗れば飛行ハートレスに乗り込めると。はい、なるほど、わかるかな。これで、なんかあれみたい、この、なんだろう、この、ハートレスに、なんかなんだろうな、あれ思い出しちゃったんだけど、天空の城ラピュタの、パズーとか、シーターだっけ、なんかこういう乗り物に乗って、羽がついてる乗り物に乗って、わお、なんか敵を攻撃するようなシーンがあった気がする、天空の城ラピュタで。当たってるか、当たってはいるね、当たってはいるよね。これ乗れたりする？一応攻撃はできてるよね。
三角、オッケー。で、アタック、アタック、アタックできるの、アタック。前に進んで、前に進んで。攻撃できる？わお！オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いいよ、いいよ、いいよ。めっちゃ攻撃チャンスです。丸で頭を攻撃、危険な時は×で、かい、あ、四角でリフレク、リフレク、リフレク。オッケー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 。火吹いてくるタイミングがあるね。リフレク、オッケー、リフレク、リフレク、ナイスリフレク。いいよ。めっちゃ実写でビビる。めっちゃ実写ですね。もう本物、ほぼ普通の映画見てるのと変わらない感じがする。だからこそなんか没入感がすごいですね、本当に。あ、あ、あ、このカラーのに乗って、で、ハートレスちゃんの背中に乗り、わ、おっと、おっしょ、オッケー。で、また避けながら攻撃と。ほーっと振り切って敵の攻撃は回避しながら、ふう、これ以上進めません。ターンしましょう。でかい敵だけをちょっと狙ってきます。でかいハートレスだけを。いけるか、いけるか。ちょっとずつ削ってます。これまた敵の背中に乗りたい。そっちの方が速そう。ソラとジャックの初対面、呪われた海賊たちから 2,3 年は経ってるはずなんだけどな。はい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 、みんな見た目変わってないですね。 2,3 年じゃ変わんないか。あとちょっと下からお腹狙おう。避けて避けて、巨大ハートレに近づいて三角で乗り込みましょう。 OK。 でジャンプしてまた頭の近くまで行きます。 OK、 こっち向いて、そうです。キンハー用語の心、カリビアンの心臓、ちょっと概念違うような気もするが、あー、なるほど、確かにね、心臓、箱の中に心臓を隠してるって言ってましたね。で、ジャックはそれを見つけようとしてるんですよね。よっしゃー、順調順調。船のみんなは？僕たち、空が落ちていくのを追いかけてて、はぐれちゃったんだ。やっちまった。そっか。助けに来てくれたんだ、ドナルドとクーフィー。残念だな。そんなに俺の下で働きたかったのか。ジャック！うん。白いカニ。なんだろう、なんか意味あんのかな、さっきの白いカニ。ナイス、ありがとうございます。取引をしよう。
君に求められるのは情報を渡すこと。評議会に関するネタか。引き換えに俺が手に入れるもの、ジョーンズへの付けの生産、そして自由の保証。いいだろう、互いの利益のためにだ。もし俺が情報を教えるとしたら何をバラしゃいいんだ。全てだ。評議会を招集して何をするつもりだ。さあ行こう。行くってどこへ。海賊が船がなくちゃ話にならない。船を調達するぞ。あれ、ジャックもブラックパール号降りて、やっぱりソラとジャックって助けに来てくれたってことかな、ソラのこと。その鍵が私の心も解放してくれるかもしれないね。この海では私が力になってやれ。心を解放。シャワー、どうしたの。あ、うん、なんでもない。さっきティアダルマからささやかれてた言葉かな、今のは。沈んだお宝を探して海中を探索しよう。 L で移動、L2 で潜水、 R2 で海上に向かって浮上を。罰をしてる間は高速移動。はいはい、ちょっとセーブしといていいですか。ジャックも降りて助けてくれたんだ、めっちゃ優しいですね。バルボッサ好きだったな。バルボッサって結局今仲間になってるけど、私ちょっとそのいきさつを映画見てないので知らないんですけど、多分1の後に描かれてたのかな、バルボッサと敵対関係ではなくなったっていうのが。お前たちみたいに魔法は使えないからな、海に潜るのだけは勘弁してくれ。金槌？これで潜る。わー綺麗。もしあのアリエルの世界がキングダムハーツ3で出てきたら、出てこないですよね、アリエルの世界は。出てくんのかな。出てきたとしたらこんな感じだったのかな、リア、もっとリアルな感じ。すごいリアルだ。なんかファンタジー感は残ってはいるんだが。戦ってんのみんな。ちょっと待って、宝箱を私は見つけるよ。あ、すごい声もこもってる海の中だから。女優変わっちゃったんですよね。カリビアンだけは原作知識あった方がいいかもです。なるほど。そう、ちょっとね、あの、そう、キャラクターがね全然わからないです。1に出てきてたキャラクターは覚えてはいるんですけど、崩せるところもあるんだ。壊せる ところもあるんですね。何これ。あ、クラゲ痛い。あ、宝箱あったね。宝箱この奥だ。ポーション、メーベって私何で言ってたかな。メーベ、ユバ様、私戦場へ行きたくない。あのあれですね、天空の城ラピュタ。なんだろう、あの羽がパタパタしてるハートレス見て天空の城ラピュタの乗り物を思い浮かべたのは私だけかな。
と何、渡りガニゲットした。食材だ、食材。これ何、ハートレスか。ジャックと比べると空ってやっぱりアニメ顔ではそうありますね、確かにね。でもうまくこの世界観に馴染むようには作られてますよね。前ほど違和感はないです、全然。あ、これ息継ぎとかはしなくて大丈夫そうですね。息継ぎとかはしなくても大丈夫そう。道が分かれてる、道が分かれてそうだけど、ちょっとこっちから行ってみよう。南の方に今向かって、下がってます、地図、私の頭の後ろの地図上で言うと。あ、オマールエビゲット、いいね。あれ、こっちも宝箱あるか、宝箱あった。映画4作ありますしね。いや、私じゃあかなり見てないですね。もう1以降ちょっとあんまり記憶にないですね。2ぐらいまで見たかな。ここ行ける？ここはいけないんだ。上とか見ると何かあったりする？オマールエビとかくっついてたりしないか。なんかこれ壊せそうだけど、出てきた。ちょっと待って、潜って潜って、とりあえず配信外でレベル上げはちょろっとしたので、でキーブレードの強化もしてるので、わあ、どうしようどうしよう、クラゲがいっぱい、クラゲ多すぎる。遠くから追っ払う方法、魔法とかでいけるかな。オーシャンファイヤー、オーシャンサンダー、クラゲって、どう？オーシャンサンダーやったらどうなる？あ、オーシャンサンダーだ。オーシャンサンダーで一気にいける。ここ宝箱あるでしょ、 OK。よっしゃ、髪ボッサボッサ出た、ナイス。バルボッサですよね、名前。あれ、こっちもあるな、どうしよっかな。こっちから行ってみよっか。あ、こっちは行き止まりだな、多分宝箱かな。ちょっと行ってみよう。クラゲはウォーターファイヤーとウォーターサンダーで、宝箱でしょ。うわー、あー苦しい、こんな海中ただでさえでも苦しいのに、こんな狭いところ。クラシックキングダムのデータゲット、 OK。よし、じゃあ戻ってちょっと別のルート行きたいと思います。こっちですね。ちょっとどんどん進んでいきますね。ジャックはジョーンズの心臓、交渉材料の呪いの契約、心臓を交渉材料に呪いの契約を破棄したい。なるほど。ちょっと待って。こっちにも行けるが、こっちっぽいな。行き止まりだから、ちょっとこっち行ってみよう。こっちだね。わー、狭い。狭苦しい。よし、このまま行きます。
配信外であのミニゲームとかも結構やりました、週末とか。何か光ってるよ。宝箱もあるぞ。いかにも怪しいって感じだね。ちょっと見てくれ。そら、怪しい人か、怪しい人。でもさ、海賊がお宝をぶっとくわけにいかないよな。怪しい、確かに絶対なんか出てくるでしょう。海賊のお宝を振りですか、振りですか。取るなよ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 。だけど取るしかない。出たー。巨大水中ハートレスを倒せ。魔法だ、これは魔法でいこう。うわー、あー飲まれそうだ。顔の目の前に来ると飲まれる。怖い。あー飲まれる。どこ？空がちっちゃくて、ちっちゃすぎて食べられちゃいそう。ウォーターサンダーが強いかな。ちょっと回復しといた方がいい。相当でかい魚ですね。うわっ、突き上げを食らいました。突き上げ、頭での突き上げを食らいました。わあちょっと岩場に挟まれたら痛い。これ一応ガードもできるのか、水中で。わあとちょっといけ。よっしゃい。ふう、ちょっと海の中での戦闘ってだけでちょっと息苦しくなっちゃう。あ、わあ、どうしたの？あ、道ができた。進もう。海底の奥へさらに進みましょう。はい。じゃあ宝箱ちょっと取って。戦闘中も宝箱を欠かさないカナさん。リンク。シースペクタクル。地面に表示されるリングに合わせて×を押すことで、高くジャンプし、地面に水たまりを作る。ジャンプ中に丸を押すと敵に水を発射。なるほど。あ、アリエルとのリンク？アリエルとのリンクだ。三角フィニッシュを押すと水たまりを作った場所から、水柱が上がり、広い範囲の敵にダメージを与えることができます。オッケー、ありがとうございます。じゃあちょっと先に進んでいきます。ベケットとは貿易会社のトップ。ジョーンズを利用して、海賊を一掃し世界進出を狙ってる。さっきの出てきた人ですね。あ、違うか。ちょっと進みながら、進みながら。あ、やっと出た、海の中から。オーシャンサンダー、どこで覚えたんだ、それ。それですね。確かに。船。かっこいい。こんなところに船。やっほ
誰の船だって？え？ジャック、これは俺の船だ。いつの間に来たのかな。早い者勝ちだ。ジャックにはブラックパール号があるだろ。確かにパール号には劣るが、ふん、この船もまあ悪くない。ふん、俺は船長だ。誰が船を動かす？全員が必要だ。そんなところにいたのか。出発準備だ、さっさと乗れ。え、こんなでっかい船この4人で動かすって。お前ら準備はいいか。準備はいいけど、しかも結構古そうだけど、これじゃあどこにも行けないだろう。乗り上げてない、その場に。浜辺に。お前はいつだって自分の手で道を切り開いてきたはずだ。お前の心が命じるままに進め。わお。出発。わあ、確かにかっこいい船ですね。こんなでかい船に乗目の前で見て、この人数で少人数で乗り込んで操縦してたら、ちょっとやっぱり気持ち大きくなっちゃうかもしれない。パワーアップした新しい船で、大会を冒険しましょう。新しい船ではこれまでない能力が追加されています。会心の力、敵に、三角だね、敵に攻撃を当てたりアクションを成功させたりするとゲージが溜まり、最大まで溜まると三角で強力な攻撃を放つと。ウォーターウォール、敵の攻撃をガード、リフレック的なことね。戦闘が終了すると船の HP が全回復しますと。はい、次。あ、地図も開けると。はい。現在地。まあ、地図見ればわかるかな。キーブレードのマークが現在地ですね。目的地が二重丸と。はい。カニ？カニ？次のレベルに成長するために必要なカニの数と、船の性能を確認することができる。船のステータス。船のレベル上げるためにカニが必要ってこと？カリブ海を航海しよう。海賊の仲間入りだね。せっかく船が手に入ったんだ。ちょっと待って、目的地はどこ？目的地ないの今んとこ。あ、自分でつけんのか。あ、違う、自分でつけるわけじゃないね、目的地。ソラ、お前の自由にしてみろ。いいんですか？じゃあ広い海に出たい。こんな岩場じゃなくて広い海に出たい。なになに？敵じゃん。早速？わあ！いや、すごいぞ。リフレク使える船だぞ。あの、なんだろうな。あ、なんかあれかな。敵船のなんかあの緑色のやつ攻撃すれば結構一気に HP 減らせる感じだな、今当たったところを見ると。何？でかーい。ハートレスか、これじゃ。ハートレスじゃなくて誰か乗ってるよ。あいつは？まためんどくさいのが出てきたな。はあ。ハーレイ。13機関。やっぱりな。
お前も機関に戻ったのか。なあ、まさか私にもお呼びがかかるとはな。カードは最後まで何が出るかわからないものだ。ジャック、こんなやつと交渉する必要ないって。そっか、パーレーって。やれやれ。そうだね、そういう合図でしたね。君たちには紳士的な話し合いはまだ早かったかな。なんだと。ソーラ、下がってろ。海賊の掟だ。パーレイが宣言されたら交渉に応じなければならない。前にも教えてやったろ。はあ、そっか、いい、ね、マストだっけそれ。私が愛する勝負ごとにも掟、ルールがつきものだ。ルールの中で争ってこそ勝利に価値がある。ま、海賊の掟はルールっていうより心得みたいなもんだけどな。それでよければ話を聞こう。ふん。私は探しているある箱を知っているな。ジャックも探してる箱だね。いや、知らない。まあ、とある箱のことなら知ってる。正直者だ。そもそもお前が欲しがるような箱なんかじゃない。本当さ。そうか。では賭けをしよう。賭けって例えばどんな。君たちもよく知っている港町まで競争しようじゃないか。ポートロイヤルか。そう、先にたどり着いた方が勝者。私が勝てば箱の情報を提供してもらう。俺たちが勝てば君が望むものを手に入れてやろう。ん？ふん。乗った。ジャック、交渉成立。ではスタート。でも敵船の方がさ、大きいから。ジャック、ほうはれ。なあジャック、遅れを取るな。馬力とか船の長さでちょっと、あいつに箱が渡るのはまずいんだ。敵の方が有利じゃない。ジャックは本当に箱のことを知ってるのか。さあね、俺が知ってるのはデイビー・ジョーンズの心臓が入った箱だ。奴がなぜそれを手に入れたがってるかは見当もつかない。その箱って黒いの。まあ、どっちかって言ったら黒いな。例の箱かな。どっちにしろ13機関の手に渡らなければいいんじゃないかな。だな。何をごちゃごちゃ言ってるんだ。半々の確率だよ。要するに勝負に勝てばいいんだよな。そういうこと。手に入れたければ奪え。ようやく海賊のやり方が分かってきたな。おう。2分の1の確率で。あ、あ、敵船にもあるね。ポートロイヤルまで競争だね。やつより先に突き刺すりゃいいんだ。大砲ぶち込んでやるのも手だな。そうだよね、大砲ぶち込めばいいんだよね。で、大砲ぶち込みつつ、うわ、なんか攻撃してきた。じれったいな。このスピードは出せないのか。オッケー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 。あー、そっか、前に出ることによって敵に。あ、ぶつかるぶつかる。ごめんなさい。ちょっと待って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 、コントローラーのバッテリー、ちょっと待って待って待って、お願い。ちょっと、あ、そうだ、ストップすればいいんです。ちょっと待って、ごめんなさいごめんなさい。よし、行きます。あ、待って、敵船多くない、敵船多くないですか。1対1の勝負じゃなかったの。スピードは出せないのか。わー、避けて避けて。ちょっと左痛い痛い痛い。左、右から、右から、右から行きます。一気に行けよ。やりすぎだろ。ちょっと待って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 、大丈夫。いったい。あー、あばばばば。これは海賊としての
いい調子だ。勝負だ。気を抜くなよ。よし。ゴーゴー。行こう。行ってやろう。行こう行こう行こう。こっちかな。痛いな。もっとスピードは出せないのか。敵さんのなんかあの光ってるところを狙うと良さそう。これで仕留める。ダイブダイブ。あとちょっとあとちょっと。もっとスピードは出せないのか。行け。いけた。船の昇格でもダメージあるはず。状況報告。ありがとうございます。うん、敵戦なし。いけた。よし、俺たちの勝ちみたいだな。よっしゃー。へいほーへいほー、海賊フラッシー。勝負は最後の最後まで分からない。え？敵戦の数多くないですか？いや、ずるいじゃん。行け行け。そっちがその気ならこっちもやってやろう。ルクソードの船を倒せ。ルクソードどれに乗ってんだ。わわ、ちょっとリフレク。ちょっと待って待って待って、近すぎると。旋回旋回旋回。よし、左から敵さんだ。オッケー。リフレクうまく使いながら。ルクソードが乗ってる船はどれだ。この船、目の前の船まだ生きてるっぽいね。あー、やばい、ぶつかる。ちょっと左からルクソード。さっきルールの中でルールにのっとっての、勝負だとか言ってたくせに、ずるいぞ。数で負けてるじゃんこっち。でもこれが、わ、ちょっとルッリフレクやりつつ、左から敵船。はい、左の船。よし、オッケー。オッケー。ルクソード、ルールは何でもありや。ずるいけど、これがまあ海賊ってやつですよね。目の前の船やろう。これで突っ込む、突っ込むことによってダメージも与えられると。あー、オッケー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 、いいんじゃない。よし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 、いいじゃんいいじゃん。あとはとりあえず、あの後ろからでも攻撃はできるね。あの光ってるところに当てなくても。
よし、一気に行くぞ。ケッ、ルクソードが乗ってんのこれだね、この船だね。わー、ゲージ、あれか、あの左上のゲージが溜まったら特殊な攻撃が使えるんだね。あ、敵戦まだいるね、敵戦まだいます。敵戦も倒しつつ、これだね、あのわっと守りつつ、前はどっちだ、前は矢印がついてる方が前だね、船の前。あ、帆が邪魔で見えない、前が見えない、帆が邪魔で前が見えない。 OKOK、 いいぞ。ルクソードが乗ってる船に行きます。行け、ルクソードの船に乗り込もう。乗り込むぞ、乗り込もう。よし、来た。では次のゲーム、看板の敵を全部倒せ。フォーカス、もう一回。いけ、よし、黄昏の結晶ゲット、黄昏の雫。よし、機関メンバー袖まくってほしい。バスローブみたいですもんね、長いですもんね。そしてちょっとなんか女子みたいにちょっと開いてるのね、袖がね、袖の部分が。おお、いいね。今キーブレードはあのアナ雪の世界でゲットしたキーブレードが一番強そうなので、それをそれにしてます。キングダムハーツ3、 3つキーブレードセットできる、セットできて、常にで、あの戦闘中もキーブレードを入れ替えができるんですけど、あとプーさんのところでゲットしたキーブレードと、あとあとトイストーリーのところでゲットしたやつにしてたかな。あっ、あと一人か。 OK、 看板の敵全員倒したぞ。まさかルクソードとは戦わないよね、まさか。今は戦わないと思います。あ、素晴らしい、君たちの勝利を称えよう。よし、認めてくれた。何か企んでるんだろう。あ、わしのせい？とんでもない、私は引き際を知っているのだよ。俺が勝つのは最初から決まってたからな。負けた時の言い訳を考えてあったのは賢い判断だ。さて、報酬を用意しなければな。だがあいにく私は君が望むものがわからない。
君は何が欲しいんだ？はっ、そんなの決まってる。俺が欲しいのはダッチマン号にある旗だ。ジャック、言っちゃダメ。ん？ほう。あー、情報提供しちゃった。俺何か言った？ん？あ、ジャック。ま、行っちゃったもんはしょうがないよな。遊ばせ。それが賭けの醍醐味だ。最初から騙すつもりだったんだな。試合には負けても勝負に勝つということだ。さて、ここからが本当の勝負。一足お先に失礼するよ。汚いぞ、ルクソード。まあ、言っちゃう、詳細言いすぎちゃったけど、ジャックも。追いかけよう。いや、それが無理なんだ。どうして？さっきの砲撃でいくつかの部品が壊れたらしい。この船は修理が必要だ。一旦港に入って修理しよう。え、そんな時間ある？あ、でも久々にこの町に降り立ってますね。それで船の修理ができる。カニ？なんでカニなんだ？そんなことは気にするな。いいか、あ、さっき言って、さっき出てきた白いカニ。わかった。船のレベル上げに必要って言ってましたね。ナイスー、ありがとうございます。 PS5 だと画質いいな。やっぱ違いますかね、 PS4 と5。カニを探そう。ポータルロイヤルに散らばったカニを探そう。カニは樽や大砲の中などいろいろな場所に、ところに隠れてるぞ。集めたカニの数は、画面右上のカウンターで確認できるぞ。最大まで溜まるとミッションクリアだ。ポートロイヤルに散らばった不思議なカニを集めよう。300匹も必要なの？食材ありそう。レモンゲット。レモンゲット。そう、配信外でちょっといろいろと、あ、海にも落ちれる。あ、潜るのもできるわ。ここも潜れるんだ。船も待ってるからな。あ、なんか海の中にもカニいそうだけど、まあいいか。とりあえずポートロイヤル。どんどん行こう。なんかサクッと見つかんないもんなのかな、カニさんは。あれ、前こんな人いなかったのにな。あら、こんばんは。あら、こんばんは。皆さん、こんばんは。アプリコット。わー、今までゲットできなかった食材結構あるな。見て、大砲が勝手に動いてる。あ、カニだ。カニでしょ。3匹ゲット。ちょっと待って、アビリティはセットできないか。セットできないですね。アビリティが足りないね。アビリティはセットできなさそう。ちょっと待って、ドナルドたちは？あ、ドナルドはアビリティできるね。セット追加でできる。ちょっと待ってくださいね。グーフィーもつけれないか。グーフィーつけれないね。ちょっと待ってくださいね。130。あ、空つけれるね。失礼しました。どれにしよっかな。リベンジダイブ。これ。100。
んでこれセットできないんだろう。でっか。マジックフラッシュ。セットしました。カニを見つけたぜ。あ、いた。それ。いや。基本カニがいるところは、あ、動いてるんだね。こういう動いてるところにカニがいるんだ。カニは高台の方に上がっていった。なんだかいい匂いがするよ。この辺りに食材があるんじゃない？牛フィレ肉だ。あ、宝箱でゲット。この上とかも登れるね。奥とかにはいけないか。とりあえずぐるぐる回りながらカニを探したいと思います。なんだか気持ち悪いね。村の人たちとは話せないのかな。高台の方にカニは登って上がっていったぞって言ってましたね。これは？あ、マニーがもらえる。マニーがもらえました。あ、動いてる。おー、カニゲット。動いてる樽の中とかにいるんだね、カニは。どんどんちょっと奥に進んでってみましょうか。こっちこっち、カニだよ。どこどこどこでした？どっかにいた、カニ。あ、これか。行くよ。これカニ。あ、これカニ、これカニだ。オッケー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 。あ、スピードダウン、スピードダウン。ちょっとこの辺の敵は無視してどんどん進んでいきたいと思います。家の上に何か見えたよ。あそこにジャンプできるね。グーフィーがそう言ってるってことはジャンプした方がいいのかな。ちょっととりあえずジャンプしてきましたが、家の上にカニはいないね。でもね、あ、いた。白いカニが逃げてくよ。あ、あ、いっぱいいた、いっぱいいるじゃん、いっぱいいるじゃん。よし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 、オッケーオッケー。あかん、牛フィレ肉のステーキ食いたくなってきたし。牛フィレゲットしましたからね。配信外で、リトルシェフのね、レストランで、メニューも増やしてます。いた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 。これ地面の色と土の色と同化してて、ちょっと見逃しちゃいそう。ちゃんとよく見てないと。101、あと、あれじゃ、まだだね、まだ半分以上。オッケー。あー、いっぱいいるいっぱいいるいっぱいいる。こっち高台。あー、ここいっぱいいるや。よし、カニエリアです。カニエリア食べられるカニかな、この辺にいるカニは。あ、あっちにいっぱいいるけど、ここ降りてまた登ってこれるかな。奥にいっぱいいるけど、ちょっと待って、こっちの方から見てみよっか。結構普通に道端にもいますね。カニだよ。カニカニカニ。サワガニぐらいのサイズ感。カニ道楽。カ
カニとかな、あんま久しく食べてないな。カニカバしか食べてないな最近。いた、カニ。カニカマよく食べるけど、カニ、カニあんま食べてないな。いたいた、普通に道端にいるぞ。この辺とかいない？カニカニ。あーなんかおばあちゃん、なんかカニ、カニ、今カニ集めをしてたら、田舎のおばあちゃん家の、あの昔小学校とか中学生ぐらいの時って、あの田舎のおばあちゃんが、あの農家なので、自分で畑とか、あの野菜育てたりとか米育てたりしてるんですけど、こっちとかにもいんのかな。ちょっと待って、この中は、あ、カニいる。なんか田んぼでの、あの作業を手伝ってた時に、なんか田んぼの中にタニシがたくさんいるんですよね。なんかタニシ拾いに夢中になってたことを思い出した。幸運のマークあるんだね、この辺。ちょっと待ってって言った時に見つけないと。幸運のマークはミッキーのマークがどっかに隠れてるんですが、わからん。どこにミッキーのマークある？カニいるね。ちょっと幸運のマークがさっきのところにあったっぽいんですけど。オッケー、カニ集めよ。今ちょっとカニに集中します。タニシの話とかしてたけど、ちょっとカニ集めに集中します。カニゲーになってます。キンハのリトルシェフのミニゲー、すごい楽しかった記憶。ちょっと待ってくださいね。リトルシェフのミニゲーは、あの卵割るミニゲーが最初全然うまくいかなかったんですけど、コツつかんだら、あの成功できるようになりました。で、なかなかうまくできないのが、胡椒振るミニゲーム、リトルシェフでのレストランでのミニゲームで、胡椒振るゲームはね、全然うまくいかなくて、せっかく食材集めても、あ、これも動いてるね。せっかく胡椒、あ、せっかく材料集めても胡椒がうまく振れないんですよ。あれが、あれだけがなんかうまくいかなくて。ここさっき上から眺めてたところだね。カニたくさんいるって言ってたとこだ。あとちょっと、あと40匹ぐらい。なんかここにもいなかった？いないか。あ、上にもいた。わお、ちょっと待って待って待って。あ、あー怖い。いた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 。カニカニカニ。
海岸沿いにいるか、海沿いに、なんかゴトゴト鳴ってる。ここだ。幸運のマークがあるのね。でもね、なかなか見つけられないんですわ私。せっかくヒントもらっても幸運のマークなかなか見つけられないんですわ。なんでちょっとじっくり後でやりたいと思います。この辺にはいないか。ガタガタ鳴ってる。これだ。あ、てかもうクリアしたじゃん。オッケー。オッケー。300匹ゲットしましたね。そしたら、ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。どこ行きゃいいんでしたっけ？よし。こうじゃなくて、ちょっと待ってください。船に戻ればいいのかな。ポー、船に戻ると、これさっき来たとこだよね。こっちかな。奥にちょっと進もう。この辺ってさっき来たとこだよね。奥に進めばいいのかな。あれだってここさっき来て、この奥進むで合ってんのかな。ここぐるっと回って、待って、ここじゃないか。逆か。逆方向だね。すいません。こっちだね。船は。失礼しました。迷子くぽ？気づきました？すいません。今、船に戻ろうとしてます。船に今戻ろうとしてます、私は。それで船に向かって走ってるんですが、どんどん奥に行ってしまっておりました。じゃあそういう時は高いところを伝って、こっちから来たんだよね。こっちからさ、こっちだよね。船はこっちですよね。で、カニで、船を直せばいいんだよね。カニいるけど、もうカニは集めました。326匹集めました。これで？あれ？オッケー。これで全部だな。俺の最後の仕事をしてこよう。ちょっと待ってろ。さて、これでいつでも出発できる。最後に聞かせてくれ、ソラ。お前はこの船で何がしたいんだ？俺は
海を自由に冒険したい。上出来。それでこそ海賊だ、キャプテンソラ。なあジャック、さっきから最後最後って何なんだ？ああ、こっちの俺はもうすぐ時間切れってこと。え？こっちのジャック？こっちの俺は海の女神がソラたちの手助けをするように使わした偽物。え？ああ、偽物といっても俺は俺、キャプテン・ジャック・スパローに変わりはないけどな。要するに俺もお前たちも海に愛されてるってことだ。そして本物の方の俺は最後の決戦が近い。ナンパ船入り江で俺たちの自由を奪おうとする東インド貿易会社を迎え撃つ。だったら俺たちも。これは俺たち海賊の問題だ、ソラは関係ない。お前たちは海を自由に冒険してくれ。ジャックが導いてくれたってこと？騙されたりしてないよ。ジャックは海賊の問題だって言ってたよな。ということは、ま、俺たちの問題だ。行こう。ジャックたちのところへ助けに行くんだね、河川市に。かっこいいね。エリザベス勇ましいですね。ジャック、海賊を引き渡す取引をしただろ。ちょっと待って。ご苦労だった。なんでウィル？ためらってないで要求しろ、君の報酬を。え、なんでウィルがそっち側にいんの？俺へのツケをきっちり払ってもらうぞ。ダッチマンの乗組員として向こう100年働いてもらう手始めにな。そのツケはチャラになったはずだ。だが逃げ出した。取引をしましょう。ん？ウィルをこっちに渡す代わりにジャックを連れて行って。乗った？乗らない。乗った。ジャックは海賊長の一人だぞ。何様のつもりだ？王様、うん、従います。お願いさん、このペテン姫。え？あっぶないな。大事な人質を傷つけるところだったぞ。では。どういう戦略？エリザベス。さあ、どっちを選ぶ？戦えば君たちは全員死ぬ。戦わなかったらおそらく何人かは生き残れる。私たちは戦う。死ぬのはあなた。忙しい。
ちょっと全然ちょっと映画見てないので展開がわかんないんですけど、ちょっとどういう状態か、ウィルがなぜあっち側にいたのか、なんか人質にされてたってことなのかな今の感じで。戦うって宣言してたからエリザベスがあのジャック取り戻すしてやるぞっていう宣言だったのかな。船の、パワーアップ、カニ集めることで船をパワーアップできます。船がパワーアップすると HP や大砲の数が増えるよ。新しいアクションが増えることもあるよ。パワーアップした船のステータスは、海図を開くと確認することができる。カニをたくさん集めてどんどん船を強化しよう。なるほど。船輪の横の海図台を調べるか、船操作中に真ん中ボタンを押すと海図が開けます。はい。ごめん、ここ、何の地へ向かおうって書いてんのかな。地図に書いてるかな。ちょっと、YouTube の、あ、これなんだ？これか。行き先、今ここにいて、セーブポイント、行き先、ネクスト、ここだね、オッケー。北、南の方に行けばいいってこと？南、北。あ、で、とりあえず行きます。これやっぱ確かにチャットで教えてくれてましたけど、すごい雲。オッケーオッケーオッケー。ちょっと右に少し行きながら、あの岩見たことなかった。モーグリーがいるな。私の方向かな。また敵だ。これで よし、とりあえず目的地、左、とりあえず目的地に向かって進みます。こっちでいいのかな。今マップ開けないね。あ、開けた。もうちょい右だね。こっちだね。あそこかな。なんかあるな。このまままっすぐですね。敵だよ。あそこだな。見えた見えた見えた。ちょっとリフレックしながら目的地に向かって進みます。こっちだね。今後ろに敵いるからマップ、今マップがちょっと開けないんですけど、後ろに敵がいるからかな。あ、開けた。もうちょい右だ。こっちだね。あの赤くなってるとこですね。ワンチャンパーレー宣言すれば確かにね、パーレー宣言したらちょっと一旦戦闘ストップできますね。来た来た来た。パーレイって言ったよね、叫べば。ルクソード、またかよ。もうこんなところまで追いついたか。あ、でもそうだ。君たちの行動力には感心するばかりだ。だが行き過ぎた行動は時に不幸を招くことを学びたまえ。
まだ見つけてないってことだね。心の入った、心臓の入った箱を。また逃げられた。これじゃ追いかけられないよ。バスはアウトでしょうか。使うか。あ。普通の道でも迷うのに、海にカナさん投げちゃダメだよ。私も入りたくなかったです。こんな広い海、しかも道が全くない海に投げ込まれちゃ私なんかひとたまりもないです。もう目印も何もないからね。頼るのは地図しかないのに、地図が何にせ読めない女ですからね私。とりあえずハートレス倒そう。ハートレス倒すことに専念します。あー来てるね、来てるね。これで仕留める。逃さないよ。いいぞ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 。旋回して後ろに敵。とりあえずあの光ってる青とか緑とかに光ってるところを狙っています。で多分海の力を。オッケー。うわー、いっぱいいるけどまだまだいるね。よし、一気に行こう。逃さないよ。いいよいいよ。敵の戦艦の HP がすごいな。リフレクもしながら、多分狙って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 。なんかあの色によって敵の船についてるこの黄、この緑とか赤とか色によってダメージの量が違うっぽいな。当たってるか。あーリフレク。オッケー。赤いやつがダメージ結構あのゲージが溜まりやすいのかな。オッケー、待って待って待って。リフレック。リフレクしつつ。結構食らってますね。やばいやばいやばい。これ回復ないんだもんね。回復。よし。高い。いけ。いや、こっちの HP の残りに対して敵の HP がまだ多すぎるね。ちょっと待って、うーやめて、うー言うの
ちょっと待って、これやり直したりとかはできなさそうだね。続けるしかないのかな。とりあえずちょっとやりきろうか。リフレクして、やばいね、かなり当てられてる。いけ、雑魚敵を倒してゲージ貯めて、やばい、ピコピコが、これがちょっと焦りますね。待って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 、やられた。え、またカニ集めなきゃ、集めなあかんくなる？マジですか？リトライでいいんだよね。リトライでいいかな？リトライで行ってみましょうか。キュインキュインがね、ちょっと焦らせられますけど、焦らされますけど、どんまーい、ありがとうございます。偏差値の概念とかあるのかな？とりあえずゲージを貯めて、ゲージを貯めたら即、これで即、特殊技使って、ちょっとリフレクもちゃんとやっていかないとダメだね。緑のこの釜つけてるやつが倒しやすいのかな、もしかしたら。ちょっともしかしたらこの、敵戦のレベルだね、この多分弾の色が。で、緑の、ちょっと旋回旋回旋回して、旋回、緑のあのなんかアビリティみたいなのつけてる船が倒しやすいんじゃないか。こいつ狙う。あー、やばい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 、船同士がぶつかるときも、あー、間違った間違った、ちょっと待って、これって今地図は開けないのか。弾届いてないね、この距離だと。ボス戦がどれだ、ボス戦が。とりあえず雑魚敵倒し、赤いのがボス戦かな。リフレクして守って、守って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 、
いやつがやばいやつだよね。赤いやつにこのゲージ溜まったら弾ぶち込みます。 OK で赤いよしよしよし。で雑魚敵を倒そう、雑魚敵戦を倒そう。あーやばいな、ちょっと HP が、 HP とのバランスがちょっと待って、まずいまずい、これ負けるわ。バランスが悪すぎる、今の自分の残りの HP と敵の HP が。ちょっと一旦負けます、一旦負けます、すいません。フォートナイトで照準合わせ撃つガイドガードとかありがとうございます。そうですよね、ガードも適度に使わないとダメですね。ガード使って照準合わせて撃つ。フォートナイトで鍛えた MMS 誰、アサシンクリードでもこんなシーンあったな丸いコアみたいなのが弱点なのでそこを撃てば一発です。女の子が弾ぶち込むとか言わないのすいませんすいません、リトライ。よし、ちょっともう一回やります。待って、これ敵13機関とか別に敵がいないにもかかわらず ここでちょっと苦戦するとは。こんなところで1時間とかも戦いたくない。まずは緑の雑魚戦を倒してゲージを貯めよう。で、あと赤い船がボス戦が出てきたときに雑魚敵倒そっか。雑魚敵倒してザコ敵とりあえず倒します。ちょっと待って、こいつじゃないんだよ、こいつじゃない、ごめんごめん、間違っちゃった。雑魚敵で、ちょっと待ってくださいね、雑魚敵でゲージを貯めて、で、ボスに、ゲージを、ゲージで貯めた弾をぶち込むと。すいません、また行っちゃいましたけど。で、ボス戦がどこにいるのか。いた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 、あ、これ違うか、雑魚敵か。見せてやろう。ごめんなさい、これ勝てないっぽいな。ちょっと一旦負けた方がいいかもしれない。負けるってできないんだもんね。ちょっと一旦負けていいですか。これ止まる。これこのちょっと戦い勝てなさそう。なんか HP の減りがやばい、ボスが出てくる前に。ちょっと一回自ら負けます、すいません。雑魚戦倒すと出てくる、あ、雑魚戦倒すと出てくるのか、なるほど。一回全部倒さないと出てこない、なるほど。
そっかそっか、そういうことか。じゃあちょっと倒して、倒して、ちょっと一回ごめんなさい、一回ちょっと自ら立ちます。命だ、最初ゲージ溜めても、そっかそっか、本当だ、ある程度雑魚敵倒さないとダメなんだ。カニ集めに行きましょう。さすがに HP のバランスが悪いかもです。ちょっと1回負けますね、ごめんなさい。 HP のバランス悪いですね、確かに。ちょっと敵戦にぶつかって、敵戦の前に行って、ちょっとし当たります、たまに。ちょっとたまに当たりに行きます。自ら当ててください。どうぞどうぞ。え、ちょっとごめんなさい、一回はい、オダブツ、ちょっと一回ごめんなさい、一回終わりにさせてください。早く私を、早く私を、一番でっかい船のコアだけ狙えばよかったはず。一番でっかい船って赤いやつですね、赤いやつの、あの光ってる玉だけ狙えばいい。グーパンお願いしますみたいなことになってますね。すいません、早く、誰か早く早く、そうですそうです、はい、そうです、ありがとうございます。すいません、そうですね、カニ集めにも行った方がいいかもしれないんですが、ちょっともうちょいやってもいいですか、もうちょいやってみてもいいですか。ちょっともう一回リトライやってみていいですか。パーレー宣言できない。パーレー、そう。パーレー宣言できないのかな、ここで。パーレーって言いたい。誰も聞いてくれなさそうだけど。オッケー、でもちょっと、やっとわかった。やっとわかった。よし。ちょっとまずは、雑魚敵を。これまだ、弾届いてないね。敵の大砲の方が、飛距離あるんじゃない？敵の大砲の方が飛距離あるでしょ、絶対。一回もう雑魚敵最初倒さないと、序盤に出てくる雑魚敵を、あの強い敵が出てこないので、一回雑魚敵どんどん倒します。敵発見、 OK、 頑張って、ありがとうございます、頑張って、ありがとうございます。敵どこだ、いた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 、マップ上で雑魚敵かどうかっていうのはわからないんだね、さすがにね。マップ上で敵の強さはわからんと。海の力を、よし、どこ、海の力で行け行け、突っ込め突っ込め突っ込め、どこ行った、赤い船消えたぞ、マップから船消えた、あ、出てきた、
ちょっと待って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 、そっち向くから待って、今そっち向くから時間かかる。で雑魚、ここでちょっと雑魚敵倒してゲージ貯めつつ、消えるんだね。近くで、近くまで来ると消えるんだね。あ、また出た、また出た、幽霊戦だ、幽霊戦。これで仕留める。やっほー、いけ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 、どうだ、流れいいんじゃない。でもちょっと HP のバランス、いいよ、どんどん行こう、行け行け行け、いいよいいよいいよ、これめっちゃ強じゃん、めっちゃ強じゃん、消えた消えた消えた、あ、HP 回復したい、 HP 回復したい、また出てくるぞ、いきなり出てくるぞ、後ろだ、待て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 、旋回させて、旋回しよう旋回しよう、時間かかるから待ってくれ、さっきは当てて言ったけど今回は待ってくれ、さっきは当てて言ったけど今回は待って、あ消えたよ、幽霊戦だよやっぱり、ああいたいた、ずるくないですか、一回蹴るのずるくないですか、まだゲージたまんないね、まだゲージたまんないね、消えたね、ピコピコ鳴っとります、ピコピコ鳴っとります、いた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 、いけ、え、え、いけた？やったー！やったー！嘘！全然まだまだ敵の HP があった気がするけど。ナンパさんイリエ！うそ！すいません、ナイス！ありがとうございます。すいません、自ら弾にぶつかった時もありましたが、最後はぶち込んでやりました、ありがとうございます、お疲れ様、ありがとうございます、びっくり。ちょっと待って、カリブ海の決戦の地へ向かおうかな、このまままっすぐか、あ、行けた、行けました、いや皆さんもびっくりされてることと思います、私もびっくりしております、海賊じゃあ、海賊になれた、勝った、カリブ海の海賊だ、だったのか、ソラ。私たち心配してたのよ。カニ。あれって。ソラ。ジャックは？ティアダルマは？あなたがいない間にいろんなことがあったの。ジャックは東インド貿易会社に連れて行かれた。そう。ベケットがデイビー・ジョーンズとダッチマンゴを操ってるの。
僕たちは奴らに対抗するためにティアダルマに閉じ込められていた海の女神カリプソを解放して味方につけようとしたんだが、うまくいかなかった。ああ、全く気まぐれな女神だ。他に方法は？何もない。最後の頼みの綱が切れた。その鍵が私の心も解放してくれるかもしれないね。この海では私が力になってやるよ。そっか、あれはティアダルマ、カリプソが力を貸してくれてたのか。気まぐれな女神なら、また俺たちの味方になってくれるかもしれない。諦めるのはまだ早い。俺たちも協力するから頑張ろう。海はみんなのものだ。おっ、うん、おっ、おっ、それは僕が言ったよ。え、そうだっけ。そらって時々人の話聞いてないからね。え、言った？言ったよ。自分のセリフにしてる。まだ打つ手はあるよね。まだ終わってない。私たちには希望がある。みんな聞いて、聞くのよ。同胞は私たちを頼りにしている。パール号が指揮を取るの。これは自由への戦い。誰にも私たちの自由を奪うことはできない。私たちにはそれを成し遂げられる勇ましい心がある。皆の者、旗を掲げろ。旗を掲げろ。旗を掲げろ。勇ましいね。行ってみたいね、こういう高い台に乗って。旗を掲げろ。誰かついてきてくれるかな。私がそんなこと言ったとて、一本道もまっすぐ進めないような人に誰もついてきませんよね。かっこいいな、エリザベス。掲げろ。チャンネル登録よろしく。グッドボタンよろしく。はあ、やっぱり来たな。あれがダッチマン号。ジャックが言ってた箱にはベイビー・ジョーンズの心臓が入ってるんだ。お前たちの探してる箱じゃないだろう。黒い箱の中身を見た者はいない。疑いのある箱は全て回収させていただく。中身を見た者はいない。正解がわからないものを探してどうする気なんだよ。さあな、神座の考えることが全て理解できるわけじゃない。ただ、そこには希望がある。おしゃべりはここまでだ。ああ、めっちゃ嵐になってきてます。探し物をするには少々騒がしいな。
あの船には黙っていてもらうとしよう。わあ、わあ、いやあ。これでゆっくり探し物ができそうだ。中産機関は希望を。ジャビルたちを助けないと。わかってる。触手を狙って、捕らえられてるブラックパール号を助けよう。狙いは定められなさそう。とにかく攻撃するしかないね。こんなどでかい触手にこんなちっちゃな弾効くの？て、周りに敵いる？フライングマッチ号、フライングマッチ号どこ？ちょっと待って待って待って、どこにいるの？あ、ここか、ここか。あ、潜ってんじゃん、潜ってんじゃん。特殊な船なんだよな、これ。さっきと同じ要領だね。でも敵船が遠い。敵船が遠いね。そして今回ブラックパルゴラ フライングダッチマンゴーに狙われている。あ、ブラックパルゴラあそこでしょ。あ、いた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 。あ、出てきた出てきた出てきた。近くに出てきたよ。しかもさっき強かった赤いやつじゃん。あ、やばい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 。 HP のバランスまた悪い。私のせいで HP のバランスまた悪くなってます。ちょっと敵船が出て近くに出てくるまでは触手を狙います。地道だけど。かなさん、カニ集めた方がいい。カニ集めた。あーりゃー。おー、ブカブカ。ブカ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 。あ、沈んでる場合じゃない。もう一回行きます。カニさんにならずに済んだ。カナさん、カニさんにならずに済んだ。カニ集めもした方がいい。やっぱりダメなのかな、カニ集めしないと。こっからじゃあの船に溜まって届いてないよね多分。あー痛い。もうちょい敵の船が近くに近づいてくんないと弾が当たらんですよね。オーランドブルームイケメンだな。あ、冷静にそうですよね。私パイレーツオブカリビアンのオーランドブルーム初めて見た時マジでかっこいいなこれはって思いましたね。顔が整いすぎてるだろって。よし、これでいくぞ。ぶち込め、いけ、オッケー。で、また敵船が近づいてきたら敵船を狙い、ゲージが溜まったら真ん中のタコさんを狙います。
前にもいる？いない？で、敵戦がいないときは地道に触手攻撃。いやこんな、これが現実と考えると恐ろしすぎる。私鬼ごっこじゃなくて、あの前にいた鬼ごっこじゃなくて、かくれんぼとかでも隠れてるのが怖すぎて自分から出てっちゃうタイプなので、もうこんな化け物目の前にしたら戦えるだろうか。あ、いた。 OK、 いけ。海賊じゃ。パイレーツオブカニビアン。みんな、なんか、ダジャレ祭りになってる。何飲んではるんですか？ですね、お茶です、お茶。ほうじ茶です。ほうじ茶を今日は、なんかいつもコップでそのままごくごくやって、このマイクとかに当たっちゃったり、しちゃう時があるので、ストローを刺してみました。いかがでしょうか。いかがでしょうか。ほうじ茶を飲んでおります。こう冷たいほうじ茶を飲んでおります。船いた、目の前にいた。いけ、 OK、 命中。解放だ。 OK、よっしゃ。マッチって私間違っちゃいましたね。またね、言葉間違いしちゃいましたね。すいません。望むものを手に入れたか。君もなかなかの勝負師のようだ。だがよし、その箱はこちらに渡してもらおう。チャックが先に手に入れた。急に出てきて何言ってんだ。お前に渡すわけないだろう。では紳士的にパーレイ。おっと、パーレイもなしだ。ずるくない？パーレイ出すタイミング。勝負師のくせに。俺の欲しいものはもうここにあるからね。これ面白すぎる。なんだこの戦い方。絶好調。絶好調だね。今の。ようジャック・スパロー、迷子になったのか。教えてやろう。お前の持ち場は船底だ。お待たせ。来たぜ。ジャック助けに来たぜ。逆転だ。仲間だからね。増えたところで同じこと。俺たちは海賊さ。ヘイホーヘイホー。あ、ちょっと待って、こいつと戦うんだ。もうこいつも HP 結構あるな。これガードちゃんとすればいけるパターン。さっきのイカ、あ、タコ？タコか？これタコか？イカか？タコか？イカか？どっちだ？ナイス、ほうじ茶って。一瞬空耳で俺の名前に聞こえた。よし。パーレ便利に使うや。使うな、いや。ずるいよね、あの使い方は。自分の立場危うくなった時のパーレ。パーレって断れなかったんですね、パーレされたら。
癒ししといて、特殊も倒して、今食種しか出てないかな、本体どこ、いた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 、いけルーフィーと連携、兵法やなくて用法ね、用法か、兵法兵法じゃないね、用法用法、どこどこどこ、いた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 、よし、もう一回思うけど、カナさんありがとうございます、用法または用法方位ですね、用法方位、兵法、兵法はあれじゃないですか、白雪姫の兵法、海法か、あれはじゃあ海法も兵法も用法も、ディズニーはなんかそんなのばっかですね、解放解放ですよね、解放解放、声を合わせみんなで歌えば解放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 ですね、全然この世界と合わないけど、こっちだ言ってるけど、ちょっと待って、今触手しかいない、この上に行ったりする、触手倒すか、あ、いた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 ね、いたいたいた、じゃあこいつ叩こう、よしよしよし、いけ、いいよ全然いけるよ全然いけるよ、さっきの天体がたくさん出てきた時と比べたら全然楽よ、よし、オッケー楽勝、いやこの戦闘を考えると戦隊との戦闘はちょっと難しかったな、スパロー箱をよこせ、ジャック、そのものは引っ込んでろ、加減せんぞ、そのつもりで来たわよ、若造忘れたのか、俺は心のないケダモノだ、ね、
いとも簡単に引き裂かれる。そんなことない。まだ俺には愛がどんなものかよくわからないけど、心の強い結びつき、つながりだってことはわかる。心のつながりが簡単に引き裂かれたりするもんか。お前のようなガキに心の何がわかる。こいつはそれなりの旅をしてきたんだ。知ったことか。どうだウィリアム・ターナー、死ぬのは怖いだろ。お前は、なんとつまらない。ハートとは心ではなかったか。箱も我らの求めるものではなかった。たまらないね。お前の生き死には俺が握ってる。まったくむごい奴だな、ジャック・スパロー。むごいかどうかは見方による。そうなのか。余計な首を突っ込むな。ウィルは船の一員になった。ダッチマン号には船長がいる。エリザベス、もうお別れだ。いや、離れたくない。あ、抜けた。渦を抜けた。無事でよかった。艦隊はまだいる。エンデバーはウゲンから接近中だ。今こそ古き良き海賊の伝統を守って逃げるべきじゃないか。俺は伝統を守ったことがない。突っ込むぞ。悪く思うな、ジャック。我が社の利益のためだ。うわぁ、どいつもこいつも。ん？あ、まさか。準備をしろ。ええ、砲を全部張れ。砲を全部張れ。ええ、
いや、ハサミ打ちしたのは分かった。ハサミ打ちしたのは分かったけど。リエちゃん、頼む。映画もこういう感じで終わるのかな？敵戦たくさんいたけど、とりあえずボス戦をハサミ打ちして打って勝利したんだ。ちょっと待って、ウィル、どういうこと？ウィル、フライングダッチマン号には船長が必要だ。結婚したばかりだってのに二人は同じ世界にいられない。海に10年、陸で1日、とてつもない代償だ。ウィル、ご用意しました馬車を。ターナー夫人。え、ちょっとそういう結末だったの？気をつけて。ウィルって、ジャックありがとう。たった一日なんて短すぎるよ。心を通わせるのに時間の長さは関係ないさ。ソーラ、お前が一番よく知ってることだろう。心をつなげて友達になるなんて簡単なことだ。そういうことだ。うん、時間は関係ないか。みんな待ってて。うわあ、これもなんか映画で出てくんのかな。このカニ、カニがなんか幻覚を作ってるみたいな。映画をちょっと見ないと多分ストーリーを理解するのは難しそう。けどウィルって死んじゃったの？結婚した後にってことなんだよね、多分ね。見てないからわかんないけど。高い攻撃力を秘めたキーブレード、ハイウィンドとストームフラッグに変形します。はぁ、皆さんありがとうございます。兵法も用法も両方が恋をするよ。めちゃめちゃ踏んでるじゃないですか。ありがとうございます。すいません、皆さんコメントありがとうございます。映画見たらストーリー展開の意味もちゃんとわかります。ウィルはダッチマン王の新しい船長になったので、生き返った陸には10年に1日しか上がれなくなった。アクセル、着替えたのか。髪も切ったんだな。うん、アクセルは着替えないの？そうだな、まだいいかな。でもずっとその格好でしょ。俺この格好のイメージ強いだろ。久々に見て違う格好してると俺だって気づかないと困るから。優しいんだね。優しいんだよ。そういうんじゃないけどな。めっちゃ優しいよ。惚れちまうよ。もうすぐ修行も終わりだね。私の中にはナミネがいるんだけど、ロクサスが戻れたらナミネも戻れるんだよね。そうなるな。もともとナミネは空の中にいた私から生まれた。今の私の中にいる状態で解決してるようにも思えたけど、きっとこうして見る風景、顔に感じる風、全部私とは違って感じるはずなんだよね。ナミネはナミネで、短くても彼女の時間を過ごした。
そこでの感情や感触は彼女のものなんだ。私に戻すものじゃない。それはロクサスも同じ。今は何も解決してない。そうだな。昔ガキの頃、一度しか会ったことがない友達がいて、そいつなんだか不思議なやつでさ、それっきり見かけなくて、いつの間にか気にしなくなってて、でロクサスに会った時に内心少し驚いたんだ。見た目がそいつそっくりでさ。でもずっとロクサスには話せなかった。話すとそいつみたいにまたいなくなりそうでさ。そいつベントゥスって名前だった。今ソラたちが探してる守護者の一人だ。俺のこと覚えてくれてるかな。きっと記憶してるよそろそろ合流だから、いろいろ心配になってな。もう一人で抱えなくていいんだよアクセル。なんかシオンと親友になった時のアクセルみたいな感じで、こうやって一緒に帰りと修行を重ねることで、なんか少しシオンと昔の13期間の頃だったアクセルとシオンのなんか関係を見てるかのようですね。バースバイスリープでディアの時に一回会ったのか、ベントね。友達になったんだよね、ちょっとだけだ、一瞬だけだったけど。そうだ、いろんなところでいろんな時間軸で、時間軸じゃないか、いろんなチームで別々の目的で今行動してるから、ミッキーとリクはアクアを探しにまたここに来たんだよね。ミッキついに現れた。おい静かにしろ。おぞ、うん、いや、いろんな各所でみんながそれぞれ行動してます。それぞれの目的を持って、展開が早い、展開が何だろう、激しい。どうした？もう誰も犠牲にはできない。今さら何を言っている。お前の研究で多くの子供が犠牲になった。その懺悔の機会だ。私が隠したわけではない。あの子の失踪で研究の中止を決めたのだ。この後に及んでいいのがれか。ロクサスとナミネを犠牲にしたお前がそんな慈悲深い人間だと信じられるはずがない。きっとどこかに隠しているはずだ。まずはこの屋敷にあるデータを見せてもらう。ロクサスとナミネ、私がまだ生かされている理由があるとするなら、その二人に償いをするためだ。ロクサスって言った。ああ、あの人助けよう。お前はあの被験者だった子を見つけてどうしようというのだ。きっと
あの子の記憶に謎がある。我々光と闇の戦いに大きく関与する記憶が。お前は何かを知ってしまった。だから研究を中止させたんだ。それはお前の妄想だぜ、あの音。もうすぐわかる。すみません。なんだお前は。ここに友達が住んでたはずなんですが。どうすんの、どうすんの。誰も住んでいない、帰れ。でも。おい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 、入ってくるな。こっち。キャリー、キャリー。ダメ、勢いをなるよ。ハイネ。ああ、それなんで、なんで白いグニャグニャ。ノーバディ。なんで守ってくれてんの。守ってくれたのか。ハイネ、早く逃げよう。なんで。元十三機か、裏切る機か。大体見当はつく。構わん、好きにしろ。もっと13期間。人間に戻った13期間の、もっと13期間の人たちが関係ある、あの、ノーバディは、白いグニャグニャは。人間に戻ったからってこと？ああ、多分な。この地下道なら、僕たち以上に詳しい人はいないからね。いやでもすごいな。君たちはロクサス。勇気ある行動。おじさん、ロクサスを知ってるんだよな。うん、知っていると思う。やっぱり、あの屋敷を張ってればロクサスの手がかりにたどり着くって考えは間違ってなかったね。私たちとロクサスの唯一の手がかりだからね。ロクサスのこと教えてもらいたいんだけど。我が師よ、ご無事ですか。誰だ。お前はエベル。そうか、さっきのノーバディはお前か。え、うわっ。なんで？こんな時も来るかと。人間としてではなく十三機関として生まれ変わりました。あなたの捜索にゼアノートが向かったと聞き、いよいよ私の計画を実行する時だと。何か個人的な企みがあるのか、ビクセンは。私にも償いをさせてください。嘘つき嘘つき嘘つき。信じないよ絶対。絶対嘘、絶対信じません。皆さんすいません。ムービーが長く続きコメントが見れてなかったんですけど。アクセル声優変わるのやだな。変わってました？この後変わんのかな。アクセルめっちゃ机に合うよな。どうもミッキーの声とマリオの声が被るんだよな。確かにね。ダブルアンセムじゃん。ダブルアンセムですね。確かに。
闇のアンセムと、だから賢者、まあ、本物賢者アンセムですね。ナムヌ、ゼアノット眉毛こんなやったっけ、ハゲアンセム焦ってる。ゼアノット プラチナ出た。やっぱビクセンさんはいい人。え、ビクセンってどっち、いい人なんですか。嘘つき。私ビクセンなんか嫌な思い出しかないので、いやでもどうしてもあのなんだろう、目つきはなんか信じれないんですけど、だってあんな悪いことばっか言ってたじゃないですか。私はもう私の研究だけが叶えば うまくいけばいいんだよ、できればいいんだよって、なんか本当に研究オタクで、研究能でもうそれだけが目的でそれしか見えないみたいな、自分の研究目的を達成するためだったらなんかもう周りの人の犠牲は厭わないみたいな、そういうやつだと思ってたんだけど、なんで。でも助けたね、ハイネたちのこと。おー、歴代史上最も長い配信。確かに7時から7、8、9、10、3時間。3時間配信はありましたけど、10時までって結構ないですね、今まで。長くても9時半とかだったと思う。キハのストーリーはざっくり理解で良いです。キハ3のストーリーざっくり理解で良いんですか？良いんですか？多分皆さんのざっくり理解の、私は多分、皆さんがざっくり理解だと私多分 20% ぐらいしか理解できてないですけど、多分それじゃまずいですよね。もうちょい私は理解した方がいいですね。アクセル役の、藤原哲司さんかな、が癌で亡くなったの。あ、そうだ。え、じゃあアクセルの声変わっ、あ、今後変わるってことかな。今は多分変わってなかったですもんね。アクセルはキンハー3で声変わりませんが、生産が亡くなっちゃったので次回作は変わるでしょう。あ、そうなんですね。残念。そうなんだ。人間時代はいい人やった。ああ、そうなんだ。ビクセン人間時代はいい人だったんだ。そこって描かれてましたっけ？あんまり多分描かれてないですよね。ごちゃごちゃ言って、いつの間にかアクセルに退場させられたイメージが、混む。ごちゃごちゃ言ってて、いつの間にかアクセルに退場されたイメージが、レイディアントガーデンの、君たちとは、またどこかで縁がありそうだ、のセリフがね。君たちとはまたどこかで縁がありそうだ。ああ、それって、アクセルのセリフ？ビクセンのセリフ？チェーンオブメモリーでの誰のセリフだ？藤原啓治さんか、哲司さんじゃなくて。と読みます。ありがとうございます。バースバイスリープだ。あったよ。ああ、じゃあちょっともう全然記憶が、ちょっともう、ずっとキンハーしかやってないんですけど、ちょこちょこ忘れちゃってますね。やっぱ、私の頭の中、忘却の城なので。そして、ちょっと言うタイミングがなかったんですけど、今日。ユニオンクロス、キーブレード戦争よりもはるかはるか昔の話ですよね。ユニオンクロスを、キンハーのユニオンクロスを、キンハー3と繋がってるから見た方がいいよっていうのをチャットとかコメントとかでもいただいて、で自分でスマホゲームなのでスマホでアプリ撮ったんですよ。でそこまでお伝えしてたんですけど、なかなかちょっと自分で進められなくて、もう YouTube で見始めてます。他の方の配信の YouTube を見ております。ごめんなさい。キーブレード戦争の前後の話ですね、ユニオンクロスは。でそれも見始めてて、そっちでも結構ごちゃごちゃしてて、なんか今までの話とつながユニオンクロス見て今までの話とつながるところもあり、つながるところもあるんですが、またわけわかんなくなってきてて、結構いろいろごちゃごちゃしてます。
ビクセンのセリフか。さっきの。ちょっと待って。君たちとはまたどこか、あ、言ってたかもしれない。ちょっと思い出しちゃったかもしれないです。なんか予期してたかのようですね、未来を。勘かな、ビクセンの、ただの。アクセルに記憶したか言われるよ。言ってくれ、ぜひ。言ってほしい。そのためだったら記憶何度でもなくします、私。キンハシリーズ全部、トロコンして、考察本とかも買ってみましたが、敵組織の構造とセリフだけざっくり理解しておけば、あとはノリで見た方がいいです。一個ずつ全部理解しようとすると、まあ絶対そんなこと私のあのスペックだと無理なんですけど、まあ、それ不可能ってことなのかな？難しすぎて。すごいですね。全部、トロコンってトロフィーコンプリートのことですよね。めちゃめちゃやり込んでますね。そこまでやり込んでも、やっぱり、そこまでやり込んだからこそのアドバイスね、ミカさんのアドバイスは。ざっくりノリで見た方がいい。わからないことがあったら、コメントで教えます。ありがとうございます。なんかね、ユニオンクロスは、動画、さっき言った通り、他の方の動画で見てるんですけども、まず、一個分かったこと。13機関の中に、イニシエのキーブレード使いがいるっていう話を、この間、先日の配信かな、シャープ8の配信で、それが誰かっていうのが気になってたんですけど、それが、多分分かった。ネタバレになっちゃうので、聞きたくない人は自分で見たいですっていう方は、こっからちょっと聞かない方がいいかもしれないです。イニシエの13機関の元イニシエのキーブレード使い、マールーシャじゃんって。ユニオンクロスにラーリアムっていうピンク色の髪の男の子が出てきて、それって、アナグラムの、13機関のアナグラムのなんか、名前に変えると、マールーシャじゃんって思ったんですよ。でもまだそれはわかんないけど、でもピンク色の髪の男の子出てきた。あとは、今まだ途中までしか見てなくて、ユニオンクロスもだいぶ後半まで見たんですけど、なんか、そう、ラーリアムの妹を、倒し、なんか、やっちゃった人は誰なのかとか、その辺も謎だし、また、そのユニオンクロスの世界でもデータの世界ってのが出てきて、その辺もちょっと謎、なんかちゃんと理解 100% できてないところが多いです。僕も 100% はさすがに理解できて変です。やっぱみんなそうなんですね。俺は決めた。お前らが何度逃げようが、俺が何度だって連れ帰ってやる！これも言われるよ。言ってほしい。言ってくれるなら何度でも逃げましょう。何度でも逃げます。だいぶ見ましたね。見ました。もう一気見しました。結構夜中。昨日も夜中2時ぐらいまでずっと見てました。ユニオンクロスの動画。野村さんのシナリオ抽象的なのと具体的な表現がごちゃごちゃになってて分かりづらい。そう、あとなんか時間軸もね、結構、今配信順でずっとやってきましたけど、あれ時間軸どうなってんだっけとか、っていうのもちょっとわけわかんなかったり、情報量が多すぎて、なんかなかなか繋がんなかったり、頭の中で。勉強家、かなさん、メモ書き確認してく。ありがとうございます。ちゃんとね、メモを取ってるんです。ノートに。メモ取りながらじゃないと何も、もう、頭の中真っ白になっちゃうので、ほんと忘却の城なんで。ラーリアムと、X でマールーシャ合ってますよ。やっぱじゃあマールーシャなんだ。イニシエのキーブレーダー。イニシエのキーブレーダーってなんだ。イニシエのキーブレード使いは。設定し、資料集に本名が分かってるメンバーは名前が、設定の資料集に本名が分かってるメンバー名前が書いてある。あ、
そうなんですね。資料種ってのがあるのか、設定に。なるほど、皆さん詳しいですね、やっぱ。ありがとうございます。ちょっとまだユニオンクロスも、キンハーもまだもうちょっと多分続くと思うんですけど、キンハー3。ユニオンクロスも今、同時進行で YouTube 見てて、まだ最後まで見切ってないので、まあ、見終わる頃にはもうちょっと、なんか謎が解明されてたりするのかなと、ちょっと楽しみにしております。それでは皆さん、ですね、今日かなり遅くなっちゃいましたけども、最後までお付き合いいただいてどうもありがとうございます。皆さんのおかげで、今、チャンネル登録者が590人まで、の方に登録いただくことが叶いました。本当に皆さん、いつも、いつも応援してくださってありがとうございます。とってもとっても嬉しいです。今日もいいねと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録まだの方、ぜひここから600人目指して、600人1000人目指して頑張りたいと思いますので、ご覧いただいている方でチャンネル登録まだだよー、まだだよーっていう方は、ぜひ登録お願いします。よろしくお願いします。それでは明日以降も引き続きキンハー3続けてやっていきたいと思いますので、ちょっと今日船での戦闘が時間かかっちゃいましたが、お付き合いいただいてありがとうございました。皆さん、じゃあ明日以降もよろしくお願いします。最後楽しかった、ありがとうございます。お疲れ様でした。楽しかった、お疲れ様でした。お疲れちゃんです。お疲れ様です。皆さんありがとうございます。それではまた、バイバイ。明日以降もよろしくです。おやすみなさーい。ブク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 。